とすごい時間がかかってしまうので、プレゼンされた方から一言ずついただきたいと思います。本当30秒ぐらいで、お願いします。じゃあ皆さんからプレゼンの方、こういう順番で、最後島村さんでお願いします。はい、はい、お願いします。今日はどうもありがとうございました。さまざまな角度からですね、いろんなお話をつけてすごく面白かったと思います。ちょっと面白いなキーワードが出たんで、それだけお伝えしたいと思います。予防医療とかって聞いたことあると思うんですが、予防農業っていうキーワードで何か考えてみたらどうだろうっていうのが出ました。ちょっとよかったら参考にしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ拍手お願いします。はい、こちらのグループはですね、農を業として捉えるかどうかという、業に入るんではなくて、むしろその、業というのは要はお金が前提になっていることを業というような捉え方ですけども、そうではな、農業というのはそもそもそうではないんじゃないかと。むしろ、環境とかこう自分の食べるためとか、そういうところから、あるいは自分の生きがいとかですね、そういうところから捉えて、農業にこう入っていった方がいいんじゃないか、そんな意見があります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。うちのチームはというかですね、都市と農村をどうやってつないでいくかっていうようなことがやっぱり重要なんじゃないかっていう。やっぱり都市には農村に関心のある人もいます。まあ農村もそれを待っているというようなこともある。でやっぱその中間でそれをつないでいく人が大事なんじゃないかというような意見が出ました。まあ、やっぱ個人的には僕もいろいろ調査で限界集落とかもあったりしてるんですけど、なかなか昨日もまで鳥取に出る15件の集落でちょっと一人をやっていて、でなかなか若い人が定住しないで、いつまで村が持つかというような状況もやっぱ山村を抱えているというのがあるんですけど、やっぱそれと都市をどうつないでいくかというのはすごい最重要課題じゃないかなと思います。ありがとうございました。もうちょっと前で、じゃあ声竹本さんですかね。お疲れ様でした。ピュアリンクの竹本です。今回僕らの班のテーマは、まあ、学生さんがいらっしゃって、河合さんという方がいらっしゃって、まあ、男たるもの、なんか有事の際には自分で野菜ぐらい作れないとダメだっていうテーマから始まっての、まあ、議論になったんですけど、まあ、要は実際まあ自給率は日本で高いんだけれども自給力がないというところで、まあ、それが、まあ、西村さんがすごいやられている能力検定というふうに、まあ、ちょっとリンクしてくるのかなと思いましたけれども、まあ、そういう部分を、まあ、個々の生産能力っていうのを高めていくということが、まあ、一つ消費者と生産者を近づける、まあ、キーワードになるのかなと、まあ、作っている姿が見れればみんな野菜を残さないし美味しく食べるというのを、まあ、やっていきたいと思いますし、皆さんも実践していただけたらなと思います。以上です。じゃあ最後本当ですか。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。イミティングも最後ということでございます。私たちのですねグループはですね、やはり実際に自分で作ってると、なんで作ったかということで野菜をですね自分でこう作られて、市民農園の、一つをお借りして作ってるよという方もいらっしゃいました。やはりですね、自分で食べる、あるいはお子様に食べさせる、こういったものはですね、やはり安心なもの、安全なもの、こういったものをどうしても食べさせたいというようなことで、やはり今日の話にもありましたけども、まず自分が作ってみよう、自分がその野菜を作ろうというのが私たちの
まあ、結論かな、あの話題の中心かなということでした。まあ、あの学生の方もいらっしゃいましたけれども、まあ、イベントをその他を通じてですね、やはりそういう野菜を作るということに関わりたいというご希望もあり、結論としては私たちが作ってみよう、実際に作ってみようということで以上です。と第6学校で終わりなんですが、少しですね、最後にちょっとお願いがあります。今あのちょうど海外っていうお話がありましたが、我々あのアースダイアログ東京ということで、あの何をテーマにして、こういうダイアログやってるかというとですね、来年あのリオ20ということで、あのブラジルのリオでですね、10年に一度の、国際会議があります。国連の会議で、そこのところに我々の声を届けようと思って皆さんから声を集めてるんですね。これがあのそのまま届くかどうかっていうのはあの確証できないんですが、とりあえず集めてですね、何らかの形で声を届けたいと思ってまして、でその活動の一環としてこうマイボイスということで、皆さんのマイボイスを集めてジャパンボイスというのを届けようとしてます。で今日の議論で、よろしかったらほぼこの今の状況から将来の在り方へ と、今持っているこういう課題があるからこういうことをしたいんだと、そのためにはこんな活動をしたらどうだろうっていう3点セットなので、あのかける範囲でいいのでご協力いただければ本当ありがたいです。で、時間も来てます、あの迫ってまして本当に、恐縮なんですが、お手元にこのバインダーにこれが挟んであると思うんですが、もう一回繰り返しますと、今こういう状態なのでこんな姿に変えたい、でそのためにはこんな活動をするっていう、この3点セットです。でどこか欠けても構いませんので、でもありたい姿だけはちょっと書いていただきたいなと、それでも構わないのでマイボイスという形で、協力いただければありがたいです。あ、はい、じゃあこれをそれで、なおかつですね、それをちょっとリオにできるだけウェブとかそういうのを載せてですね、日本の声で届きたいので、今の書いたものを写真撮ってもいいよという方は、西村さんと私で写真を撮らせていただきたいので、ぜひあの棒のところに我々いるので、あの棒のところにちょっと来ていただけるとありがたいです。で、ダメな場合でも、ぜひちょっとマイボイスだけ書いてですね、スタッフに渡していただけるとありがたいです。とりあえずアウザープレゼントダイアログはこれで終わりということで、一旦
すいません、皆さんの拍手をいただきたいので、皆さんで拍手ということで、じゃあよろしくお願いします。拍手で。